い、119です。火事ですか？救急ですか？いざという時、私たち市民の安全を守ってくれるのは三田市消防本部。災害は忘れた頃にやってくると言いますが、町を守るのは消防署の力だけではなく、市民全体の防災意識が大切です。今回はもしもの時のために私たち市民ができることを考えてみましょう。市で起きた火災の発生件数は過去10年で530件。その原因の多くは焚き火などの焼却火や放火、または放火の疑い、そして電気関係の火災も挙げられています。これらのように火災はちょっとした心の隙間から発生、日頃の心がけ一つで火災を未然に防ぐことができます。家の周りに燃えやすいものを置くのは大変危険です。ポイ捨てタバコの火が燃え移ったり、放火の原因にもなってしまいます。タバコのポイ捨てはもってのほか、街が汚れるだけじゃなく火災の大きな原因の一つになります。もちろん寝タバコもダメですよ。家庭でのお料理で天ぷらをしているときもその場所を離れないようにしましょう。子どもには絶対に火遊びをさせないように、マッチやライターなども子どもの手の届かないところに置いておきましょう。家庭でも増える電化製品、そしてついやってしまうのがタコ足配線、これも火災の原因の一つになります。配線も計画的に行いましょう。自動車の不法駐車、消防車や救急車が通る道の妨げになります。また消火栓などの前に駐車すると消火活動にも影響します。不法駐車は絶対にやめましょう。普段から火災が起きないように心がけていても、いつどんな形で火災と遭遇してしまうかは分かりません。火事を目撃したときは慌てず落ち着いて対処することが必要です。火事だ！火事を目撃したらまず大きな声で周りに知らせることが大切です。安全な場所から速やかに119番通報をしましょう。はい、火事なんです、早く来てください。せっかく119番通報してもこれでは肝心なことが分かりません。まずは火事か救急かを告げます。もしもし、消防署でしょうか？はい、火事が起こってるんですけれども。住所が分かればできるだけ詳しい住所を伝えます。分からなければ目標になる建物や交差点などを言います。はい、家の2階の窓から煙が出てたんですけど。そして火事の状況を詳しく説明してください。回ってきてるみたいなんです。家の電話の近くに以上のことを紙にまとめて貼っておくと、いざという時にも安心ですね。携帯電話による119番通報は電波の関係で神戸市消防局や明石市消防本部につながることがあります。はい、まずどこの市から電話しているかをはっきりと伝えましょう。火災が大きくならないように最小限に食い止めるためには、消火器などを使った初期消火も重要な役割があります。一家に一つ消火器は必ず備え付けておきましょう。場所はいつでも簡単に取り出せる場所に設置しましょう。このようなスプレー式の簡易型消火具も手軽で便利です。
テンや絨毯など火が燃え移りやすいものは防炎マークのついたものを選ぶことをお勧めします。実は消火器は今まで使ったことがないんです。もしもの時のために初期消火の方法を山門さんに教わりたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。まずこの消火器なんですけれど、動作は簡単、3つだけ、はい、3つ、はい、まずこの黄色いピンですね、はい、これを上に抜いていただく、はい、それからこのホースを火点に向けていただく、はい、あとはこのレバーを握るだけです。下半分水、はい、火災発見、火事だ、はい、ピンを抜いていただきます。はい、ピンを抜きます、はい、硬いんですね。そうですね、ホースを向けていただいて、はい、はい、あとは握るだけです。レバーを握ります。握ってください。はい、持ってください。立ってもらって、はい、はい、はい、結構です。まず家庭用にあります、消火器というのが、はい、まあ、一軒につき必ず一家に一つあるというわけではありません。そうですね、まあ、一番消火器がいいんですけれども、うん、もし消火器がなければ、このような、タオルですね、大きめのタオル、まあ、ちょっと大きめのタオルの方がいいですね、うん、この大きめのタオルを使って、消火の方をいたします。はいですね、はい、こんなもんでいいでしょうか。そうです、はい、はい、そしてまっすぐ顔にかからないね。かけるんですね、そっと、はい、そっとかけてください。はっ、怖い、は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 い、上手にできた、初めてですか。初めてです。素晴らしい。防災には消防署だけの力ではなく地域との連携も大切です。地域の事業所など消火器や消火栓の点検や避難経路の確保など日頃の備えが大切です。自分たちの事業所は自分たちで守る、そういった心がけも大切です。事業所内の自主防衛組織も大きな力となります。あの未曾有の大災害をもたらした阪神・淡路大震災を教訓として、自分たちの町は自分たちで守るを合言葉に、自治会単位で自主防衛組織がニュータウンを中心に29組に結成されています。災害時には迅速な活動ができるように定期的な訓練が実施されています。消防団は地域ごとに一般住民で構成されています。三田市内には7団、およそ700名の方が消防団員として活動されています。本省が、まあ、火災発生しますと、うん、駆けつけますが、本省より先に行って消火活動すると、人命救助等に出まして、発見をした場合、まあ、これは良、かったなという喜びがあります。台風とか災害時に行きまして、防止できたという時にも、まあ、消防団の業務ができたなということは実感が湧きます。そうですね、本業を持ちながら災害が発生すればいつ何時でも出動しなければならないということを、山火事などで徹夜で作業した時は疲れますので大変だと思います。まあね、ちょっとでも社会のために役立つのかなと、まあそれがまあね、喜びと思います、はい、三田市内での救急車の出動件数はここ10年間増え続けています。10年前に比べ三田市の人口はおよそ 1.5 倍、それに対して救急車の出動件数はおよそ2倍となっています。
丈夫ですか？大丈夫ですか？救急車を呼ぶ時も火事の時と同様に119番通報したら、まずは火事か救急かを告げます。ここは三田市の住所が分かればできるだけ詳しい住所を伝えます。意識がないみたいなんです。そして事故の状況を詳しく説明してください。救急車が来るまでに被害者の保護が大切です。まずは安全な場所に移動させましょう。カーラーの救命曲線です。これは心臓、呼吸が止まってから何分くらい経過すると命が助からないかが曲線で表されています。心臓停止から3分で 50% 死亡、呼吸停止から10分で 50% 死亡、多量出血後30分で 50% 死亡となっています。119番通報から救急車が現場に到着するまでには全国平均でおよそ6分。救急車が到着するまで何もしないで見ていたら命を救うことがいかに難しいかがわかると思います。救急車が到着するまでの間に行う応急手当は命を救うための大きな力となります。そこでいざという時のために私たちも心肺蘇生法を学びたいと思います。それでは西本さん、よろしくお願いします。はい、倒れている消防車を見ましたら、はい、まず肩を叩いて、はい、意識を調べます、はい、もしもし大丈夫ですか、はい、意識がないようです、はい、次に助けを呼びます、はい、誰か救急車を来てください。誰か救急車を呼んでください、はい、次に、気道の確保をします、はい、このような形で、はい、これで10秒間呼吸を調べてください、はい、このおつまんで2回ですね、はい、はい、で、これで大丈夫でしょうか、はい、15回1、2、3、4、5、はい、そして、はい、2回吹き込んで、はい、はい、終わりました。これを4回繰り返した後、また循環のサインがあるかどうかを調べます。これで一巡したということで、はい、よろしいでしょうか、はい、いざという時、心肺蘇生法や怪我の応急手当ができるように三田市消防本部では講習会を行っています。お問い合わせは三田市消防本部までお願いします。あたたたたた、ゆうきてもうだ。どれ見してみ、大したことないやん。なんなら一応病院行っとく。そうするわ。ほな車回してきて。え、あんたそんなもったいないやん。救急車やったらただやで。ほんまやな。こんな救急車の使い方は間違いです。市内には限られた台数の救急車しかありません。もしこんなことで呼んでいたら、本当に必要な人への到着が遅れてしまうことになるかもしれませんよね。緊急事態でないときは救急車は呼ばないようにしましょう。災害に事故、私たちの周りでいつ起こるか分かりません。一人一人の心構えが何よりの防災につながるのではないでしょうか。